愛妻市立鞘中学校は、愛知県愛妻市末町東電面にある公立、中学校。1947年に、鞘村立鞘中学校として、設立。1955年に市町村合併により、鞘町立に、2005年に、愛妻市立へと移行した。略称は、鞘中。学区は、英和地区を除いた地域で、愛妻市立鞘小学校と愛妻市立。 鞘西小学校と愛妻市立一江小学校の卒業生が進学する。周辺には愛妻市役所があり、鞘小学校と愛妻市中央図書館とも隣接する。一年生は初市、二年生は立市、三年生は大治を教育目標とする。一年生は野外学習へ、二年生は立志歩行として、多度の山に校舎から歩いて行っていたが、 30年度からバスで、多度の麓まで行き、登山だけをすることとなり、名称が、立志歩行から、立志登山に改名した。また、愛妻市市役所に隣接する愛妻市文化会館を、借りて合唱コンクールを行う他の中学校と、同様に定期テストがあるのだが、他の中学校に比べて回数が多い。2期生である学校は、前期に2回。 後期に2回と1年に4回が普通だが、佐田中学校では、2期生にもかかわらず前期に3回、後期に3回と1年に6回ある。学校祭では、各学年に1クラスずつがチームを組み、5つのチームで争う。チームごとに色があり色に沿ったテーマを掲げている。教育目標である初、初死、立死、大使があり、1年生は、初死、式、2年生は、 立志式、三年生は退志式を行う。年度末には三年生を送る会を実施し、各学年が三年生への感謝の気持ちを歌と呼びかけで伝える。佐田中学校の部活動は以下の通りである。括弧は期間限定の部活動公式ウェブサイト。ありがとうございます。